4750g。 ポニちゃんもう一回ごめんね、ゆっくり置くからね。そうそう、4750g です。はい、リコちゃんのね、はい、リコさん、そう、ほんと探してね。よし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 、痛いな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 。治療の間だけごめんね。38.6°です。やりにくいな、やっぱ辛い。つけていいよ、はい、また後で取るね。はい、ちゃんと針の角度持って見てね。はい、全然入ってないです。今、はい、動きました。大丈夫？はい、それ調節してね、自分で。はい、お願いします。いくつ入れますか？230。はい、今満タンだから200。はい、こっちにあります。はい、ターナノさん、ハリオちゃん。
も同じ会社です。5グラム前後ぐらい。最初ですね、大人で、はい、まあでも、僕らも食べて、だいぶ硬い、硬い、硬い方が硬いですね。どうして食べますか？割と、3分割と食べます。あと103人ね。あんまりそんなにしょうがない。まあ、あのお話しますね。あのあこれ見せたお話しますね。はい。お話しさせてください。はい、もし海外語だったら言ってください。それもお話しさせてください。けど、あんまりなんか匂いが好きじゃないみたいで。あ、そう。そうですね。この子が好きじゃない。そうですね。開けるとずっと針がちょっとしばらく経っちゃってあんまりつけないようにしてます。まあ、あれも、あの、まあ、これも寄生虫、抗寄生虫薬ですけどね。セラミックスにしてますけど。大丈夫？ピースリウムも、まあ、炎症があったりするから、やっぱりちょっと匂いが独特だから、そう、寄生虫が外から。いつも私かけるの混ざってるんですよ。これ振った後、しばらく。あと80分で出来上がる。確か混ざってるやつだと思うんですけど。混ぜてるんですよ、あれ。まあ、体重も同じように200になったり170、270前後に行ったり行ったりという感じだと思います。あと、まずはそのまんまで、でもダメだったら半分です。わかりますね。要は噛んでほしいと思う。おせやなさん、はい、永田さんちょっとお届けしてください。はい、ちょっと待つよ、リコーヒー頼むよ。30秒ずつ頼むね。頑張ったね、まだちょっとあるよ。
総合ビタミン剤とか肝臓心臓元気にすると点滴の吸収を良くしてほしいことができると抗生物質ここなんか痛み止め呼吸の引きを抑える腸の機能を高める薬と消炎鎮痛剤よく走るね頑張ったね食い回りやっちゃおう、はい、それから体から軽く寄った大丈夫？冷たかった？そうごめんね。コネちゃんの一般状態が誰かな？ご飯ゼロ。空調しっこは？おしっこしました。はい。